リトアニアのカウノグルーダイル、サンヤホット&スパイシーフレーバー、揚げ麺で粉末スープがついています。麺は太い扁平断面です。茹で時間の指定は2から3分ですが、かなり固めなので4分ぐらいがちょうどいいです。輪郭はやや曖昧で白くてうどんみたいです。カウノグルーダイの袋麺は皆同じもののようです。スープはわずかに透明感が残る茶色で、醤油ではなくカラメルの色です。基本はチキン味ですが、旨味は控えめです。またターメリックも入っています。唐辛子の刺激が結構強く、食べていて退屈はしません。具としてわずかな人参とネギが入っています。カウノグルーダイの袋麺を5種類紹介しましたが、一番好ましく感じたのはこのホット&スパイシー味でした。